こんちゃん翔太です。今回は2月16日の放置少女の更新について見ていこうかなと思います。まずですね、百花美人で当該がやってきます。まあ、SSR のキャラなんで、まあ、まだ持ってない方は取ってみてもいいのかなと思います。まあ、必須ってわけじゃないと思います。で、続いて花銀月なんですけど、まあ、見てもらうとですね、まあ一つしか書いてないんですけど、仮想の集いがやってきます。参加券パック大と小が来てるんで、まあ仮想の集いの中で欲しいキャラがいるのであれば、この辺課金した方がまあまだお得にあのキャラ取っていくことができるんで、あの狙ってる方はこちら課金してもいいのかなと思います。で、続いて超瞬間のイベントですね。1日に600元宝以上を購入すると報酬が獲得で、5日間達成でこちらの超瞬間手に入ります。で、こちらのキャラなんですけど、あのまあちょっと奥義あるんですけど、あのこれ1200円5日間課金して取らないといけないんで、まあ、正直言ってそこまでの価値はないと思うので、日頃から毎日1200円課金している人以外はわざわざ狙いに行く性能ではないかなと思います。で、続いてラッキースターがやってきます。コウソンさん、武田信玄、出雲の国が一斉に登場するんで、まあこの中で取った方がいいキャラとかは特にないんですけど、奥義目当てで取る方が多いと思うんで、まあ奥義リーチの方は狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。で、続いて宿友がやってきますね。で、これ UR の宿友なんですけど、ハロウィンでしたっけ？ハロウィンに確か宿友の UR 戦っぽい見た目のキャラが出たと思うんですけど、結局それはコズですね。この UR の宿友がやってくるっていった感じになってしまいました。で、この宿友なんですけど、なんやかんや素の反射はめちゃめちゃ高いんで、まあ反射キャラ、あの城とかで反射キャラとしてめちゃめちゃ活躍してくれるんで、置いとくだけでも、まあ、そういった意味でサブで育てるのはありかなと個人的には思っている副将の一体です。まあ、私もちょっとサブで育てようか迷っているところですね。はい、続いて滝夜叉姫がやってきます。で、この滝夜叉姫なんですけど、なんやかんやですね、ちょっと今度戦役についての動画を上げようかなと思ってるんですけど、戦役で結構使えるキャラになっているんで、もし8期を狙っている方がいるのであれば、滝夜叉姫かなりおすすめのキャラとなっているんで、撃砕キャラとして狙ってみてもいいのかなと思います。で、仮想の集いですね。イベント期間中、脅威、帝鳳、利天、宗神、ホレン氏が一斉に登場します。まあ、この中だと両端の2体ですかね、ホレン氏と脅威が個人的に好きというか使いたいなと思うみたいになります。ちょっと残りのキャラたちは使いどころ結構難しいと思うんですけど、脅威はなんやかんやで、あの皇室の上位の方とかもなんやかんや使ってること多いですし、ホレン氏はホレン氏で封印キャラとして結構強いんで、まあ、この2体この中だとおすすめなのかなと思います。はい、今月も遊園地のイベントがやってきました。これなんですけど、少女の出会いで消費した元宝によって誕生石と遊園地スタンプっていうやつが手に入るんですけど、この遊園地スタンプが50個につき遊園地プレゼント1個に交換できる。で、その遊園地プレゼントは、香り袋、誓いの城、手ぬぐい、王の腕輪の中からどれでも1つ選べるっていうところで、まあ、1万5000元宝まで使うのが個人的にはいいのかなと思いますね。まあ、ちょっとこれ毎回やってるとお金が大変なことになってくるんで、どこまでやるかはちょっと各々の裁量次第にはなるんですけど、まあ、3000元宝で止めた方がいいっていう意見も毎回やっていくのであればあると思うんで、まあ、ちょっとそこは皆さんにお任せするんですけど、まあ、私としては1万5000元宝まで消費するのがいいのかなと個人的には思っています。3000元宝であれば、まあ、仮に遊園地スタンプ20個ですね手に入るんですけど、これ5ヶ月続けると合計1万5000元宝でスタンプ100個手に入って、結局プレゼント2つもらえるんですよね。なんで一度に1万5000だと遊園地プレゼント1個しかもらえないんですけど、3000元宝を5ヶ月続けると同じ1万5000元宝でプラス1個
合計2個遊園地プレゼントがもらえるんで、まあ、3000元歩だけやるっていうのも一つの戦法としてはかなりありなのかなと。というか無課金とかだとそっちの方がおすすめできますね。まあ、ただあの3000まで行くと2段階終わるところらへんまでやると思うんですけど、そうなると3段階目まで引きたくなって、そしたら1万元歩ぐらい消費したことになっちゃって、それだったらあと5000円歩ぐらい使おうかなっていう気になっちゃうっていうところが若干ネックですよね。まあそこだけちょっとネックかなと思います。あの割り切りが大事かなと思います。でみんな大好き願い返しがやってきます。まあ3万元歩を貯めてらっしゃる方が大勢いらっしゃると思うんで、まあ明日は 1.2 倍から2倍の間ではありますが、まあ 4万5万元歩を狙っていきたいなと思っております。まあ、今回はこの仮想の集いがメインですかね。特に新しいキャラとかも来なかったんで、この仮想の集いがメインのイベントになるのかなと思います。まあ、これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画をどんどん上げていくんで、もしよければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。